メイコがノリコと出て行ったままだと知ったユータロウは泊まりの仕事を終えた後、メイコを探しに市場へ行きやがて馬助にたどり着く窓越しの中の様子を覗くとメイコノリコに加え桜子と室井の姿もある店内ではメイコが考えた焼き氷の試食が行われていた氷の上にビレンゲをのせブランデーをかけ 火をつけて出すもので皆がメイコを褒めたたえた屈託のないメイコの笑顔を見た裕太郎は一人自宅へ引き返したメイコたちが家を出てから7日経った晩どうするつもりかと風に問われた裕太郎はこれ以上メイコを家に縛りつけておけないと考えていた明日席を外す話をするんで少し待ってもらえますか 数江は2人が席を入れていたことに驚くが雄太郎の判断に満足していた。